新川虐殺事件は、朝鮮戦争最中の1950年、朝鮮民主主義人民共和国公会、南道新川軍において、国連軍占領下で住民の4分の1に当たる35,383人が、虐殺されたとされる事件である。加害者が誰なのかについて、異なる見解がある。朝鮮中央通信によると、1952年3月、 国際民主法律家協会調査団が現地に入り、朝鮮での事件は戦争ではなく犯罪であったと求断した。また、1958年3月26日、この地に新川博物館が開設され、開戦を挑発したアメリカ合衆国は1950年10月17日から12月7日まで52日間に渡って当地を占領。 住民35,383万3人を虐殺したとして、6,465点の遺物、証拠資料と456弾の写真資料が展示されている。2005年8月16日には、新川軍サリワザとにおいて、この事件は国連の看板の下でなされた、米国の戦争犯罪であるとの国際弾劾大会が開かれた。他方、大韓民国の小説家、 公席秋は現地を取材し、また、この地で生まれ育ったニューヨーク在住の韓国人牧師から当時の目撃談を聞いて2001年に小説、客人を表した。同書は、虐殺は北朝鮮政府が公式に伝えるような米軍によるものではなく、プロテスタントの民族主義者たちによるものであり、朝鮮戦争は南北の軍や米軍、 中国軍の戦争であっただけでなく、同じ村人たちの殺し合いでもあった、としている。木は北朝鮮政府の見解を支持する人々からも、韓国のキリスト教関係者からも指断された。画家パブロ・ピカソは、1951年、この事件をもとに、朝鮮の虐殺を描いた。ありがとうございます。